1871年のピー・ラファルグ・ポール・ラファルグは、フランスの社会主義者、批評家、ジャーナリスト、カール・マルクスの子。産業化した、資本主義社会での賃金労働の非人間性を、批判した著作、怠ける権利で知られる。コーヒー農園を経営していた、フランス人とクリオーリョの両親のもと、キューバのサンティアゴデ・クーバに生まれる。一家は1851年に、 フランスのボルドーに移住し、ポールはトゥールーズの理性を卒業してパリで薬学を学ぶ。そこで実証主義の哲学やナポレオン三世の支配に反対する共和主義者のグループに接することで彼の政治的なキャリアを始めた。プルードンの影響を受けて第一インターナショナルに参加するが、間もなくカール・マルクスやオーギュスト・ブランキを知ることで無政府主義の傾向は影が薄くなる。 1865年にリエージュの国際学生会議に参加することでフランスのすべての大学から締め出されロンドンで職探しをすることになるそこで頻繁にマルクスの家庭に出入りし1868年にはマルクスの次女ラウラと結婚する第一インターナショナルのスペイン支部を任されているが当時スペインで盛んだった中文権主義の運動には関与していないスペインは イタリアの無政府主義者、ジュゼッペ・ファネッリの勢力圏であり、ラファルグは、ジャーナリストとして、ミハイル・バクーニンやそのアリューの影響力を落とすことに、ある程度成功した。パリコミューンの鎮圧により、スペインに避難したラファルグは、地元のインターナショナルの支持者と連絡を取り合い、マルクス主義の影響力を広げようとするが、1930年代のスペイン内戦に至るまで、 スペインにおける無政府主義との争いは引き続くことになる。1873年から1882年までロンドンに住み、ホトリソグラフィの店を開いたり、フリードリヒ・エンゲルスの援助を受けながら、生計を立てた。1880年から、レガリテール・エガリ手紙の編集を始める。1882年にパリに戻り、ジュール・ゲイドと共に、 フランス労働党を指導し、ストライキや選挙活動で数回投獄された。そして1880年には、怠ける権利を発表し、資本主義社会の賃金労働は、マルクスの資本論第一部、アリストテレスの引用や、キケローの表現も借りて、奴隷的で、本来創造的であるべき職業の尊厳を奪い、効率を市場とする過労を招くことを指摘。その上で、 それに対する抵抗権として、怠けの権利や、週35時間労働制や、休暇の充実を主張した。この著作は1883年に改定、再出版された。1891年には投目中にもかかわらず、リール選出のフランス国会議員となる。マルクス主義理論家としては、あらゆる修正主義的傾向や、ブルジョア政府との闘争を続け、 1908年のトゥールーズ会議で複数の社会主義勢力を一つにまとめるように試みたものの断念。これを最後にすべての公的活動から引退し、以後は妻のラウラとドラベイユに居住しつつもルマニテえの気候など分泌活動に専念。1911年に70歳を目前として、自邸にてラウラと共に自殺し、以下のような遺書を残した。 マルクスの娘婿ということもあってラファルグはカール・カウツキーやカール・ヤルマール・ブランティングからカール・リープ・クネヒトやウラジー・ミルレーニンに至るまで長老、若手、恩賢、求心を問わず様々な立場から訪問を受け尊敬されていた。それだけにラファルグ夫妻が自殺によって生涯の終止符を打った事件はヨーロッパの社会主義者たちにとって衝撃であった。著作。 生ける権利の内容にもかかわらず、彼ら革命家にとって二人の死は、労働者のために献身できなくなった時は、この世から去るべきだという教訓として受け止められた。1927年にアドリフ・ヨッフェが自殺し、発見された遺書の中で、ラファルグの例を挙げて、自己弁護をしている。N クループスカや、レーニンの思い出した青木文庫。1976年、P60。アイドイッチャー。 武力なき予言者、トロツキー新庁舎。1964年、P396 から398。ありがとうございます。